どうもこんにちは、埼玉でシンガーソングライターのトモキと申します。よろしくお願いします。今日ですね、歌ボーカルミックスボイス練習される方に向けて、まあ一つ練習のポイントね、ヒントになるようなお話できればと思います。今日はですね、まあミックスボイス高い声発声するときによくありがちなお悩み、 Go home Go home、 まあ締め付け、張り上げ、喉声等々になるような、まあ、いわゆる一言で言ったら、まあ、喉声と言ったらいいですかね。ゴーゴーゴー、まあ、響きが薄い、声が硬い、喉が痛いみたいな感じの話を、まあ、これも一つ、解消するポイントと、まあ、練習のコツをちょっとお話ししようと思います。このね、まあ、喉声の解消のコツ、まあ、いくつかも何回もね、動画もね、出してきました。で、まあその理由はやはりこの悩みの方が、悩んでる方が多いからです。で、まあね、自分がどうしてもこの喉声、この声がなんか締め付け、硬い苦しい感じがする、すぐ声枯れちゃうっていう方は、まあ、逆にね、よくあることなので、まあそんなに自分がダメなんだって思わずに、まあこれは本当にみんながよく、私ももちろん通りました。もう喉声、この苦しい感じとか締め付けちゃうっていうのはもう本当に通ってというか、そのなかなか通り抜けられない長い飛んでる部分もあるので、まあぜひね、自分がそうだと、そういう方に向けて動画出してるんでなかなか難しいところあるんですけど、まあ、自分がそうだからと思って、そんなにへこまずに、まあ一つ必要な壁、試練だと思って、聞いてもらえばと思います。で、喉声、まずそのゴーアーゴーアー、声がどうしても響きが悪い、声が枯れちゃう、この潰れた感じになっちゃう、この喉の声を、解消するコツは、もう一番もう最初にお話ししてるのが、まずこの喉あーっていうのは、やっぱりこう締め付けが一番の原因です。喉、喉声になっちゃう原因は、あー、喉のこの空間ですね、これがどうしても声帯閉鎖をさせる必要、これが太さを出す動きなんですが、これを喉ごとやってしまうことで、喉あーという締め付け、喉が薄い声、要するに喉声になってしまうっていうのがありますので、喉声を解消する、まあ一つのこの喉の締め付けがあるとしたら、この締め付けをほどいてあげる必要がありますと。ガー締め付けていた喉をまず振りほどいてあげると。で、二つ目、この喉仏、なーこう、なんだろう、ちょっとごめんなさい、あまり見えづらいですね、この喉仏、あー喉声、締め付けになっちゃう方の特徴2つ目としては、喉仏が上がってしまうと、まあ、いわゆるハイラリと言われるんですけど、このハイラリ、喉仏が上がる動きをなるべく下げてあげる、もしくはキープするですね、無理だって無理に下げようとすると、それはそれで無理な力がかかっちゃうので、上がらないように喉仏はキープするっていうことが2つ目です。おーおーおーっていうことですね。この2つ、最初にまずご留意、いただいた上で、この話はね、もう今までも何回もご紹介してますし、まあもうね、もうご存知の方多いと思います。で、具体的にじゃあそれを高い声を発射した時に、その喉仏、上がらないようにする、喉を開く、締め付けないようにするっていうことを、高い声でもできるようにするにどうしたらいいか、まあ、ちょっと練習方法をね、ちょっとご紹介したいと思います。で、ちょっとね、皆さん知ってる方、なんだろう、ベタな練習かもしれませんが、結構効くので、なんだそんなもんって思わずに聞いてほしい内容です。で、何かというと、結論から言うと、1個、皆さん割り箸お持ちでしょうか。割り箸、まあパキッとね、2つに割って、ラーメンでもなんとかいう感じの割り箸ですが、あの割り箸を使います。もうここでピンとくる方はもうね、分かると思うんですが、あの割り箸、口で加えます。ごめんなさい、今実際に手元に今割り箸がないとあるんですけど、この前歯で軽く前歯を加えますね。前歯ですね、唇ではなく前歯で割り箸を加えます。このまま高音発声までいきます。ちょっと喋りながらこれやってると聞こえづらいと思うんですけど、ゴーフー、まあこのごめんなさい、ミックスボイスできない状態を想定していると、この高い声は裏声でも大丈夫です。ゴーフーゴーフー。この割り箸を加えたまま高音発声をすると、喉の感じどうなっているか、皆さんお分かりですか。これ、なんかこの指しゃべってる人みたいになんか変な赤ちゃんみたいですけど、皆さん割り箸やってください。割り箸を前歯で、両前歯で加えたまま、ほーと発声すると、喉の状態どうなっているか、先ほど冒頭にお話しした喉声を防止するために必要な、喉を開く、喉仏を下げる、
っていうことが自然とできているのではないかなと思います。逆に割り箸を一回外してもらっていつも通りにふーとかうーみたいな感じで高い声発生してみるとどうしても喉が締め付けられたり喉元がキューッと上に来てしまう現象があると思います。何もない状態だとこれにやっぱ割り箸を加えたままふーっとやってもらうと多少喉の開き、喉元の下がりを感じるのではないかなと思います。それでもね、上がっちゃうときは上がっちゃうのでこれはまたね、一つの指標ではしかないんですけど、加えたままやると少なくとも喉は開いた状態をキープできます。これが一応一つですね。で、この割り箸の加え方、パターン二つ目もう割り箸がないから本当分かりですね。1個目、パターン1個目は割り箸割らない状態でもできました。要するにから前割れかを抱えて、発生する。で、割り箸、パターン2つ目は割ります。で、奥歯、両奥歯に割り箸を挟みます。喋りながらもちょっと喋りたいんですけど、一回取った手で話すと、割り箸を奥歯で噛んだ状態で同じく高音発生するとゴーフー、これは本当に喉は開きます。おそらく、なぜこの割り箸を奥歯で噛むとこの前歯で噛んだ時よりも出しやすくなってる感覚ありませんか？この割り箸を奥歯で噛むことによってこの奥歯で噛んだ状態っていうのはこの時点でもう喉がガン開きになります。ガン開きになります。要するにこのうーってこの割り箸を両奥歯で加えた状態で締め付けようとするとなかなかできない。このうーって噛んだ状態をキープしながらって締め付けるってこの体の構造上なかなかできないんですよ。多分できないはず。なのでこの奥歯で両奥歯で割り箸にもあってね、こうやって奥歯で軽く噛んだ状態でふーっと発生するともう喉の締め付けなく開いた状態でふー、まあ、多分喉元もそんなに上がらずにできるはずです。この高音発生で理想な喉を割り箸を加えるだけで作れるってことです。まあもうね、知ってる方はそれで全然いいと思いますし、まあ知ってたとその聞いてた割り箸を加えて練習するって方法なんか聞いたことあるって思った人はまあ多いと思うんです。私もそういう人間でした。で、実際やってみるとその歌の練習をし始めてからその割り箸を加えて練習するってことをやってみると今までの自分の先に冒頭でお話した喉声とか喉締めとか地声の張り上げっていうのをいかに解消しやすいかっていうのが分かるんです。わかります私もそうでした。で、割り箸を加えてその特に奥歯で両奥歯で加えてこう発声する時の喉の形ももちろんそうだし口角を上げるポイントにもなるんですよ。この両奥歯を加えてもらったらこの口角もこの頬骨ですね、この口角が必然と上がるのでこの時点で高い声を発声するその基本的な発声フォームを作れるわけです。この音の感じを、口の感じを理解してもらってごめんなさい、ちょっと、ね、途中であのスタッフさんの人が入ってきて話が中断されてしまったんですけど、まあ、あの話し続けすると、まあ、この奥歯両奥歯で割り箸を加えたままふーっとこう発生するとこの頬骨、ね、口角が上がった状態も作りやすくなるので、まあ、高音発声自体もしやすくなると。なので、まあ、割り箸を加える練習がもう結構もう高い声を発声する理想な喉を作るにはもう本当に最適な練習方法です。特にね、喉声、締め付け、地声に張り上げをしてしまう方にとってはまあちょっとね、騙されたと思ってやったことない方はね、ぜひやってみてほしいです。まあもちろんね、もうやってる方はそのまま活用してもらっていいんですと思うんですけど、まあ聞いたことあるけどなんかそれ本当に聞くのみたいなことを思った方はちょっとね、今日動画を見てあ、なるほどと思った方はね、ぜひやってみてほしいです。で、まあ一応割り箸加えて、まあこう中央加えることと奥歯、両奥歯で加える2パターンご紹介しましたが、この両加えたまま発する時の注意点だけちょっとお話しておきます。3つぐらいあります。まあ、加えながら高音発声裏声でもやりますが、1個目としてはあまり強くうわーっていうこう強い息で発声しようとしないということです。まあ多分ね、やろうとでもできないと思うんですけど、まあ高音発声なのでどうしても強く息をね吐いてしまう方、癖のある方いらっしゃると思うんですが、まあこの割り箸ね加えてる状態で高音発声する時も同じです。息は弱め、もしくは自然な息の流れで、これが1個目で、2つ目、この自分のっていう響いてる部分を意識しました。この高音発声なので多分おそらくこの鼻腔とこの目のこのちょっと下ら辺、この辺りがピリピリピリとしてくる、まあそんなにこの露骨に触れるわけではないんですけど、
ていうこのあたりを響く感じを意識してみてください。この響きを意識感じるような響く感じを意識して発声練習をすると、まあ、かなり、まあ、その鼻腔共鳴を、声を響かせる、つまり声の太さを出すことにもつながりますので、ミックスボイスのね高い声を太くっていう部分には欠かせない部分です。鼻腔共鳴太さですね。なのでこの辺ちょっと注意してもらって、まあ、このちょっとねかなりアナログでだいぶもう、時代遅れと言われそうな感じですけど、割り箸加えた練習、まあ、喉声してる方、締め付け張り上げしちゃう方にもかなり有効ですということでお話をしてまいりました。まあこの感じでね、たまにかなり古典的な練習方法も紹介する場合がありますが、まあ一応ね歌ボーカルミックスボイスで練習された方に向けて、まあ練習のコツ一つご紹介していきますので、ぜひねいいねと思っている方はいいねボタンもね、チャンネル登録してもらえると大変嬉しく思います。また、あ、この音楽オンラインサロンですね、より深く学びたい方、変わりたい方、歌ミックスボイス作曲弾き語り、この辺ね幅広くちょっとやろうかと思ってますので、興味のある方はね合わせてチェックしていただけると嬉しく思います。では次の動画でお会いしましょう。